皆様こんばんは本日はお忙しい中キャノンマーケティングジャパン株式会社の個人投資家向け説明会にご参加いただき誠にありがとうございます私フリーアナウンサーの井上彩香と申しますどうぞよろしくお願いいたします本日はキャノンマーケティングジャパン株式会社の取締役上席執行役員の昼川様にお越しいただいております昼川様どうぞよろしくお願いいたします 皆さまこんばんは、ひるかわです。本日はどうぞよろしくお願いいたします。御社の社名にキャノンと入っているので、カメラやプリンターを販売しているイメージなんですが、カメラ市場なかなか厳しい環境にあると思います。どのような事業を今後伸ばしていらっしゃるんでしょうか。はい。あの確かにカメラの事業はですね、あの iPhone あるいはスマートフォンでですね、あの皆さまがお使いになっているので。 あのそこの部分がありまして売り上げがこれから大きく伸びるということはないような市場になってますがやり方によっては収益力を高められるそんな市ただ一方でですね弊社としましては今 IT ソリューション事業に注力してましてそこが順調に伸ばせていますのでこここれからもですねその IT ソリューション事業をきちんと伸ばしていきたいというふうに思っています。 なるほど。今後は it ソリューションが肝になっていくということですね。はい、それでは、具体的にはどのようなソリューションをやっておられるのか、また事業を始めたきっかけや、どのように事業を成長させてきたのかなど、今日はお聞きできればと思います。よろしくお願いいたします。はい、改めまして、えー、キャノンマーケティングジャパンの蛭川です。あの、本日はお忙しい中、あの弊社の会社説明会にご参加いただきましてありがとうございます。 あの今日はですね、あの弊社があのカメラの会社から I T ソリューションを伸ばすような会社にどうやって変わってきたかと、どうやって事業内容をあの変えてきたのかということを事業内容を踏まえてですね、皆様にわかりやすくお伝えしたいというふうに思っています。ぜひあのお気軽にですね、お付き合いいただければというふうに思っております。よろしくお願いいたします。それでは昼川様から会社説明に移っていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい。 それでは早速始めたいというふうに思います本日あのご説明する内容はこちらの5点になります最初にあの会社の概要からご紹介したいというふうに思います設立は1968年の2月で今期で55期目に入りましたえ決算は12月末になっております昨年の業績はですね対、えー、前年で1%のセントの 増収で営業利益経常利益当期純利益につきましては過去最高を記録することができました発行済みの株式の半数以上は親会社であるキャノンが保有をしております4月から見直された新市場区分においてはプライム市場を選択して今至っております先ほど申し上げましたが あの弊社は親会社がキャノンになりますので。キャノングループにおける弊社の役割についてご説明させていただきます。あのキャノングループではですね、製造と販売を分けております。あの親会社であるキャノン株式会社は。主に製品の研究ですとか、開発とか、生産を行っております。あの今表示されておりますが、全世界に。 あの各地域に統括の販売会社がございまして、当社は日本国内におけるマーケティングを担当しております。あの日本国内ではキャノン製品をほぼ独占で販売しておりまして、あのそれら製品に対するあのサービスやサポートも弊社が行っております。これがあの当社のですね長期的な戦略の方向性を示している。 イメージ図になります創業以来ですね高品質なキャノン製品を各に多様な販売チャンネルと数多くのお客様を増やしてまいりました現在はですね付加価値の高い IT 製品ですとか特徴のある海外製品の幅を広げることで解決できる社会課題の領域を広げているという最中でございます図にありますとおりこの青色の部分ですね IT ソリューションの事業の質を高くすることそして厚みを増していくことが当社における成長のポイントだというふうに思っております収益の柱であるキャノン製品事業は、まあ、先ほども申し上げましたけれども残念ながら国内はもうすでに成熟市場に入っておりますので大きな成長が見込むことはできないというふうに思っております。しかしか 現在でも利益率がきちんと維持できておりますし我々の考える戦略を実行すればですねさらに収益力を高められるというふうに判断しておりますキャノン製品事業で得た収益を特徴のある IT ソリューション事業に投下して技術の幅を広げ独自性を高める IT ソリューション事業を成長の中核事業というふうに位置づけています加えてですね お客様それぞれに適したビジネスを展開することでお客様と新たな価値を競争して新規事業を立ち上げていくそういう事業にも活動にも注力をしております。もう一方でですね自社業務にもあの先進の IT を導入いたしまして効率化を進めるとともにシェアードサービスを使って あの、特に間接人員の方をですね。あの少人数化するという努力も行っております。これを我々は筋肉質な体質づくりと呼んでおりまして、まより収益効果が出やすい体制を整えてまいりました。キャノン製品事業の収益力強化 it ソリューション事業の利益ある成長、そして筋肉質な体質づくりとこの3つが戦略の根幹になっております。 昨年の売上と構成比と各セグメントの営業利益になります前者の売上は1%の増収で5521億円営業利益は27%の増益で過去最高の397億円を上げることができました表示しております4つの全てのセグメントで増益が実現できております このの授業の中で,です、ね、皆様にもおな,じみがあのおなじみがあるのはですねカメラですとか年賀状を印刷したりするインクジェットプリンターそういったものじゃないかと思いますがそこはあの緑のところにありますコンンーーマーセグメントが担当しておりますただ全体で見ますともう売上げの構成費は23%になっていまして実は弊社はもうその8割が B2B のビジネスで事業を 会社を成り立たせていいるととうことになります大手企業を担当しているエンタープライズそれと全国の中小企業や全国の地域にあるお客様を担当しているエリアビジネスユニットそして3つのです、ね、専門業種を担当しているプロフェッショナルビジネスユニットで構成をされております。 これはあの直近のですね。決算であります。第三四半期までの累計の実績になります。右側に示しておりますように、全セグメントであの非常に好調ででしてですね。増収増益を実現できております。あの、コロナ禍による需要の変動です。とか、ウクライナ情勢による原材料価格の高騰や半導体不足など、あの様々なこう影響を受けているんですけれども。 売上利益を着実に伸ばせていいるという状況でございます。今から三年半前3年前ですかね19年の年末ぐらいからですねあのコロナウイルスの拡大があの広まってましたのであの2020年その翌年の2020年は売上が12%減ったんですけれども営業利益はですね3%の微減益にとどめることができました。 その後ですね21年22年今年の22年とですね順調に売り上げ利益を伸ばせている状況でございます。さまざまなですね原価があの上がっておりますのでこれに対してはですねお客様に対してきちんと提案をすること提案力を強化することで価格のご負担をお願いしているとそれとあの為替の急激な変化がここのとこ起こっておりますが弊社はあの国内でビジネスをしておりますので 直接的な影響いいうのは非常に小さいんですねあの海外からの輸入する商品もたくさんあるんですけれどもそれもですね実はそもそもやはり特徴があって価格転嫁がしやすいそういう商品に絞ってあの取り扱いを行ってますのでここもできるだけ影響が軽微になるようなことを昔からやっていたということになりますそれとあの人員ですねあのこれから IT を使って生産性を高めるということがとても重要になってくると思いますが あの弊社も同じでございまして先ほども申し上げたあの筋肉質な体制を作るということはコロナが始まる前からやっておりましたのでここもできるだけあの総,人総人員ですね人,人間を減らすあの増やさずにできるだけ関節人員を少なくしてあの技術職 SE だったりする方々を増やしていくと専門職を増やしていくとそういうことを行っております。 あの引き続きですね短期的な変動ですとか構造的なあの改革を変革を要する事象に対しても適切に対応し続けてあのお客様や市場からの要望に応える企業運営をしていきたいというふうに思っております。これからですねえあの当社があのどのように変化してきたかということも踏まえてになりますが。 あの事業ポートフォリオをこう変えてきたということをですねあの変革の沿線を踏まえてですねあのお伝えしたいというふうに思います。まずあのキヤノンの創業でありますカメラ事業からお話ししたいいと思います1969年あのお客様の近くでですねビジネスをするために製造と販売を分けたということでございましてあのカメラの国内販売会社を立ち上げました。 その後ですね、先進的な機能を搭載したカメラをさまざまな販売チャンネルを通じて多くのお客様に届けてまいりましたで1987年になりますがここであのもうすでにですね35年が経過してるんですけれども35年が経過して今もですね多くのカメラを愛好するカメラの愛好家ですね写真を撮ることにあのお好きな方にはですね非常に EOS ブランドは愛されておりまして 私どもも非常にありがたいというふうに思っていますその成果といいますかおかげさまでになりますが EOS シリーズは14年今はですねミラーレスカメラへのシフトがあの起こっているんですけれどもここもですねあのリニューアルブランドをした EOSR シリーズが非常にお客様から支持されておりまして業績も好調になっております。 お客様から支持されている理由になりますがやはりあのよりコンパクトで高機能になった本体と進化した RF レンズ新しいレンズですねこれがあの組み合わせをすることで EOSR システムという形になっていましてこれが非常にあのお客様から好,調好評でございますあの撮影する方々がさまざまなシーンで撮影をするんですけれどもそれぞれの撮影シーンに適した あのシステムあるいはレンズが必要になるんですが今 RF レンズはですね32種類あの発売しておりましてこれをあのさらにたくさん増やしていくご要望にお応えしてたくさん増やしていく予定でございます。であのリニューアル前のですね R になる前は EOS の EF、e、レンズというタイプになっているんですけどもこの EF レンズと RF レンズの累計の生産本数は あの1億5000万本になっていますでその中の圧倒的多数がまだ EF レンズをお使いのお客様でございますのでこれからやはりあの高機能になった R システムをですねあ,のあるいは RF レンズを EF レンズや EOS から買い替えていただくお客様がたくさん出てくるというふうに私どもは思っておりましてこれは本当に大きなビジネスチャンスになるなというふうに考えております。 当社ではあのカメラのです、ね、お客様をプロフェッショナルハイアマチュアそしてエントリーという3つの層に分けてあの戦略を立てております。まずあのプロフェッショナルなカメラマンに関しましてはあの専門のですね今あのこちらの絵にいろいろと出してございますがやはり史跡文化花あるいはあの自動車あるいはその鉄道ですとかそういうジャンルがございます。 あの皆さんの身近な例であのお伝えすればですね昨年あの東京で大きな国際的なスポーツイベントがありましたですよね私もあの一生懸命テレビで見ましたあの,日本代表の選手がたたくさんこうメダルを取りましたですよねあのカメラマンの方はその選手の,あの一瞬の動きですとか決定的なこう瞬間をですねあのやはり離れた場所から撮らなければいけませんので。 その離れた場所から、その貴重な一瞬を取るということに適したシステムをお持ちになっているんですね。あの、その大会でもですね。キャノンのカメラが、あるいはレンズがたくさんのカメラマンの方にお使いいただいておりました。他にもですね、あのさまざまな撮影ジャンルがありまして。あの、そこに適したレンズを先ほども増やしていくというふうに申し上げましたけれども。あの、ますますその機能を強化すること、レンズを増やすことをやっていきたいというふうに思っております。 またあの新しい使い方という意味ですとあのカメラでです、ね、動画撮影をすするるといいう方がが実は広がっているんですねあのこれまでカメラの動画の機能を強化してまいりました結果あのコンパクトで高性能なカメラがあの撮影時の取り扱いに非常に便利であるとで特にです、ね、屋外ですとかドローンを使ったさあの撮影には本当に適しているという評判が あの広まってまして、あのそういう意味では撮影機会がカメラを使った動画の撮影機会が非常に増えてます。あのこうしたニーズはですね、ますます広がるというふうに思ってまして、私たちにとってのビジネスチャンスにつながるなというふうに、逆にそこを捉えていかなければいけないなというふうに認識しております。もう一つですね、今ミドル層に対するあの戦略のお話をちょっとさせていただきます。あの事業の収益力を高めるという視点では。 こう写真撮影にあの関心が高い葉山町の方ですね。ここを拡大することがとても重要になってまいります。あのミドル層のお客様はですね。あのプロのカメラマンの方同様ですね。高価なカメラとか高価なレンズをですね。複数所有される方が多いんですね。例えば、あの真ん中の写真に写っております。けれども EOS r3 というモデルがあるんですが、あのこれが今のところですね。一番高性能なカメラになります。 あのこういう高性能のレンズをカメラをですねお持ちの方がレンズ交換を外でしたくないということであのサブ機としてですねあのこの6月7月に発売をした EOSR7 ですとか EOSR10 こういう機械をですねサブ機としてお使いになる方も少なくないんですね。特に例えばですけれどもあの自動車ですとか飛行機とかそういう動く被写体なんかを撮影する際に。 その時はこの EOSR3 で高級な望遠レンズをつけて撮影しているとところがあのすぐ隣にですね例えばですけども車でしたらあの自分の好きなレーサーの方が近づいてきたとその時にそのカメラを向けるわけにはなかなかいきませんのでやはりそれは別に肩からかけている小型の EOSR7 でそのスナップショットを撮るというようなことなんかがあの使い方としては非常に有効だということで濱山町の方は複数のカメラに お持ちになって、それぞれに適したレンズなんかを装着してお使いいただいているということをあのやってらっしゃいます。あのご参考までにですね、その先ほどご紹介した EOS R3 なんですが、これあのカメラのですね販売店あるいはその量販店の店頭ではですね、70万円を超えるような金額で販売されております。あの当然ですけどもレンズは別売りになっておりますので、あの。 この高価なカメラあるいは高級なレンズなんかを買い求めいただくミドルソンのお客様が増えることはあのとても弊社にとってはありがたいことでございましてあのお客様にとっては価値のある高機能なカメラレンズなんですけれども弊社の収益にとってもとてもありがたいということになっております。ここはあの撮影シーンをです、ね、少しあの2枚並べておりますけれども あのこういうその紅葉ですとかあの鉄道ですとかテーマ別の撮影会なんかもです、ね、あの随時定期開催しておりましてあのここにはです、ね、プロのカメラマンの方が同行して撮影テクニックなんか教えるなんていうこともです、ね、積極的にやっておりますあの、まあ、紅葉が出てるんで山に近い話をもう一つちょっとお話ししておくとです、ね、例えば登山に行かれるときなのかはあの本当に前から準備をしてあの雪が降っている山に登りますので あの貴重なそこで貴重な一瞬の瞬間の写真を撮るなんていうことをする方なんかはですねやはりあの雪が降ってる中で外でレンズを変えるなんてことできませんからあのやはり自分が撮りたいシーンに応じてカメラを2台か3台ですねやはりリュックの中に入れたりあのしてお持ちになるんですその時にはもうあのレンズが専用のレンズがセットされておりますのでそれをですねあの雪山の中であのタイミングに応じて あの好きな方お付き合いになるまあそんなようなお使いなんかをされている方もたくさんいらっしゃいますあのもう一つですねあの写真撮影の楽しみを広げるという意味で弊社が新しいファンを増やしている活動をちょっとご紹介させていただきますあの写真甲子園というふうに言いますあの写真甲子園はですねあの読んで字のごとくなんですが高校写真部の全国1位を決めるそういう撮影に関してですね全国1位を決める大会でございまして。 北海道の東川町さんが主催されてまして弊社はあのもう1994年からかなあの29回に今年でなるんですけれども初めからですねそこに機材の提供ですとか審査員になるプロのカメラマンの先生ですとかあるいは大会運営全般をですねこう支援させていただいております。あのやはりですねあの今年も533校というそのたくさんの高校生が参加されたんですけれども。 あの本当に撮影されているような様子ですとか審査の様子なんかを見ていると写真が好きな高校生がたくさんいるんだなというふうにですね微笑ましくあの私は見守っておりましたあの高校生だけではなくてですねあの写真に関心を持つ方を増やすためにもあの写真教室を「EOS 学園」というんですが開いておりましてこれはの 30, 年30年間実は継続して開催しております。 あのレベルや目的に応じてあのコースをたくさん講習の内容をですねたくさん組んでおりましてここもあのオンラインなんかを使ってですね最近ですとプロの先生が生徒さんに教えるなんていうこともやっております。これあの30年間でですねあの延べでになりますけれども20万人のお客様が生徒として参加されたというのがイオス学園でございますあのこうしたのカメラの,ですねあの授業をやりながら撮影をする文化というものを育んでいきたいというふうに思っています。 続きまして、あの事務機事業についてご説明させていただきます。あの千九百六十八年にですね、キヤノン事務機販売というのを設立いたしました。あの今写ってる写真はですね、国産初の。アナログの複写機、まあいわゆるコピー機ですね。あのこの頃はですね、あのアメリカのゼロックス社が。特許で独占をしてまして、シェア百パーセントだったんです。でそこをですね、キヤノンの開発人が。 ゼロックスの特許に触れずにあの開発したのがこの NP1100 という製品でございましてあのもしご興味があればですが NHK の番組でですねプロジェクト X というのがあるかと思うんですけどもそこでもですね特集をされて放映されたことがございますあの今もアーカイブで残っておりますのでぜひあのご覧になりたい方はご覧,だったご覧になっていただければなというふうに思いますあの会社設立当初はですねこうしたあの先進の,あの事務機器をですね あの多くの販売店様あるいはそのビジネスパートナーを経由してあの販売チャンネルをたくさん作るという活動に勤しんでまいりました。その後ですねあの直接お客様に届ける体制を築いてきたということになります。1980年にあのコピア販売という会社を設立いたしました。これはあの現在のですね当社の中核子会社でありますキャノンシステムアンドサポートになります。あのキャノンシステムアンドサポートは全国展開しておりまして。 全国のあのたくさんの中小企業の皆様に IT とオフィス機器それらの保守や運用サービスを提供させていただいております。その後あの1990年代にはですね皆様もご存知の通りその IT があのかなり広がってまいりましてさまざまな機器がデジタル化してまいりましたということはあのシステムにこうつながっていくようなことが盛んに行われるようになったんですね。ですので弊社とすると。 今までの販売店様だけではなくてですねお客様にシステムを構築されるようなそういうシステムパートナーにも販売チャンネルを広げてですね広くキャノン製品を取り扱っていただこうということをやってまいりましたあのその結果ですねあの高品質で先進的な機能を搭載した機器を核にですねあのたくさんの販売チャンネル多くの多様な販売チャンネルを構築してきた結果本当にあの多くの皆様にご支持されてですね あの2021年のシェアはご覧のとおりそれぞれの商品で非常に高いシェアを維持しておりますありがたいことだというふうに思っておりますあの特にですねレーザープリンターに関しましてはあの多くのシステムパートナーからあるいはそのお客様からですね高耐久であの高品質だということを本当に評価されまして30年連続でシェアナンバーワンを頂い,いておりますここれも本当にななかなかこう 一口で言うと三十年なんですけれども、やはりあの私たちの先輩方が努力してきた、あるいはあの先輩方がお客様と真剣に向き合ってきたという証なんだなと思ってですね、社員一同を喜んでおります。ただですね、あのいいことばかりじゃないだろうというふうに思ってお気になっていらっしゃる方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。あのドキュメントビジネスの先行きというのはやはりペーパーレスが進みますので、出力が減っていくんじゃないかと。 あの、そういうふうにお感じになられている方もいらっしゃるんじゃないかと思うんです。あの、弊社もですね、同じ認識でございまして、あの、デジタル化によってですね、オフィスでのペーパーレス型、ペーパレス化は進むということを前提に戦略を立てております。で、その戦略の核はですね、あの、紙を通じたコミュニケーション、紙を通じたコミュニケーションですね。それを必要とされる方が必ずいらっしゃるので。 その領域に絞ってその領域のの視野を拡大してていいくととうことになっておりますあのその一例をですねちょっとご紹介したいと思いますが皆様もですねお手元にあの新型コロナウイルスワクチンの接種券とかが届いてらっしゃるんじゃないかと思うんですあるいはそのマイナンバーカードの登録に関するご案内のお手紙なんかが手元に届いてるんじゃないかと思うんですね。実はそういういものを印刷する機械が 弊社のプロダクションプリンターが使われておりましてあのそういううういいもものがあのでそがが必要となる紙がです、ね、出力されていますそれとあの確かにコロナでなかなかあのお客様先に行くことができなくなったり人と会うことがしにくくなったんですけれどもだからこそですね会った時にはより濃い密度の濃いコミュニケーションがしたいというそういうお客様からのニーズが増えてまいりまして実はオフィスの MFP でもカラーの質の高い あの出力が増えていますあのもう一つレーザープリンターでもですね増えている領域がございまして例えばあの今日も皆さんあのたくさんの金融商品を選ぶ中であの弊社を選んでいただこうというふうにあのセミナーを聞いていただいているんだと思いますけども本当にあの毎日毎日新しい金融商品が出てまいりますのでそうした関連の書類を出力するそれを見ていただくなんていうことも増えておりますし 保険の設計所ですね生命保険ですとかいろんな保険があると思いますのでそういう保険の設計所なんかもですね弊社のレーザープリンターから出力される機会が多くなっておりますまたの医療機関ですね医療機関もですねやはり処方箋というのは必ず紙でお渡ししなければいけないことになってますのでこの必須の紙もですね処方箋なんかもあの出力枚数は増えているという状況でございます。 あのコロナ禍ですとかニューノーマルという世界が来てもですね、紙を通じたコミュニケーションが必要となる領域は必ずございますので、その領域を着実に広げるというのが弊社の戦略でございます。あのそれとですね、このプリントですとかあのスキャニングといったドキュメントビジネスの特徴を収益の面からビジネスモデルの面からお伝えするとですね、あの実は。 こういうい事務機ですとか機器の本体よりも消耗品や保守サービスの方が売り上げの規模や収益の規模は実は大きいんですね。あのお客様にご利用いただいているあの継続していただくその時にですねずっとその期間収益が得られるリカーリングビジネスになっておりますのでとてもこれは価値があるものだというふうに認識しております。あの継続的にに安定ししたた収収益益つながりますしかつですかでね収益性も高いため 長きにわたっってて当社のののやははり収益の柱にないいるのは間違いございません一方でですねあの繰り返しとなりますけれどもあのデジタル化の流れがやはりどうしてもペーパーレスの流れが参りますのでその弊社内の保守や運用をあのする上で構造改革あるいは生産性を高めるという活動がどうしてもあの必要なんですね。ここを慢心せずに怠らずにやらなければいけないということももう一方では事実でございます。 あのそのお客様の満足を高めながら弊社の生産性を高めるというその両立をさせるあの例をですねちょっとご紹介させていただきます。IoT の技術を使いましたネットアイというシステムのご紹介になるんですけれどもあのお客様先にある複合機やプリンターは実は弊社のネットアイセンターにつながっております。あのシステムがあのお客様先にある機械を お見守りしているとずっと見守ってるということですね。これあの MFP のあの複合機に関しては大半のお客様がご契約いただいております。で何ができるかと言いますと、あの実はこれあの消耗品が減ってる量ですとか、あの定期的に交換する部品があるんですけども、そういう部品なんかがどのくらいあのまもしているかということをネットアイセンターが監視をいたします。ということはですね、お客様が連絡をしていただかなくても 弊社のセンターから自動的になくなりそうになった消耗品をお届けしたりエンジニアがですねあの機械が壊れる前に交換部品を交換しに行きますのでお客様としてはあの機械が止まることがないということが実現できておりますそれとあのコールセンターですねここにもですね実はエンジニアを派遣,あの派遣というかあの、えー、と配置しておりましてですねあの経験豊富なエンジニアが 例えばお客様が紙詰まり等をして困った時にあの電話でかみづまりの丁寧な除去の仕方なんかをお教えしますと、まあ、その場で機械が治るわけですねあのサービスマンを呼んで技術マンを呼んで待っていただく時間がなくあのその場で機械が復旧いたしますからそういうことなんかのお手伝いなんかをしっかりしていると、まあ、これも裏返して言いますと技術者が出動しなくて済みますのでやはりあの弊社の生産性としては高まるということになります。 あのお客様の満足度を上げつつ、あの弊社の生産性を高めるということの両立のご紹介でございました。あの生産性の向上というのはあの企業にとって永遠の課題だというふうに私も思っております。特にあの日本は人口がこれから減りますので、その代替としてですね、IT を使ってあのいろんな業務を生産性高く進めなければいけないということは。 おそらくどの会社も同じだというふうに思います。政府があのデジタル庁を設立いたしましたが、それもこの流れの一環だというふうに思います。あのさまざまな面で投資が発生しますから。やっぱ I. T. の市場というのは非常に伸びるんじゃないかというふうに言われております。あのこのビジネスチャンスをですね、掴むために、あの掴むためにもですね。当社は I. T. ソリューションの分野を成長の中核に添えていますので。 その拡大の今まで拡大してきた内容ですとかこれからやろうとしていることについてご紹介させていただきますちょっとすいませんお水をいただきます失礼いたしましたあのお話に戻りますあの1980年代ですねここはあの弊社は照射機能を発揮いたしまして Apple コンピューター IBM HP まあそういったですね海外のメーカーと販売提携をいたしましてパソコンですとかサーバーあるいはネットワーク機器をですねあの販売しておりましたこの頃はですね当時の日本では日本一パソコンの台数を扱っていた販売会社と商社というふうに言われておりましたあのこの時期にですね IT のわかる技術者や営業担当あるいはあのサービスのメンバーを拡充してきたというのがこの時期でございます ただあの長くいい時代が続かなくてですねこの当時あのもう一つ起こった変化があの定価メーカーの希望小売価格というものからオープンプライスというものがあのお客様の中にあるいは世の中に広がりました。あのこれはさまざまなやはり価格競争をあの起こしましてあのパソコンを右から左にこう流すだけあるいはお届けするだけだとなかなか儲からないという時代になりましたので。 あの弊社とすると2000年代になりますけれどもやはりあの IT ソリューション企業をたくさんですね積極的にグループの仲間に入れる活動つまり M&A をしてまいりましたあの一連が書いてございますが、まあ、製造業向けに強みを持つ住友金属システムソリューションズを2003年に子会社化いたしましたそれとあの金融業向けに強みを持つアルゴ21という会社を あのグループの中に入っていただきましてここで何が得たかというとですね多くの SE ですね SE の方が多くの方が仲間入りしたということになりますあの SE がいればですね s i r としての本格的な事業展開ができますので、まあ、そこを手に入れたのがこの時期でございますで2008年にはですね ITS のそうした関連会社が他にも何社かございましたので それをですね、一旦キャノン IT ソリューションズに統合いたしましてやはりあの無駄な部分を削ったり重なっている部分をあの整理したり、まあ、そういうことをしてですねより強みのある部分を生かそうということでキャノン IT ソリューションズを発足させましたあのキャノン IT ソリューションズはですね今では ITS ビジネスを拡大するための弊社の大事な中核子会社になっております 主にあの大手中堅企業の市場を担当しております。で、二千二十あ二千十二年ですね。二千十二年にはですね、あのクラウドですとかアウトソーシングというものが拡大するだろうということを見越しまして、西東京にデータセンターをですねあの立ち上げました。で、この運営は先ほどご紹介したキャノン IT ソリューションズが行っております。あのこうしてですね、急速に進むネットワーク化やデジタル化 に対応するために M&A や出資を行いましてですね新しい技術新しい技術者をたくさん仲間に入れてまいりました昨年にはですねあの経済産業省様から DX 認定事業者に選定をされておりますあの成長の核であるですね ITS ビジネスをあの着実に拡大させるためにあの弊社は 大手企業から中堅企業そして中小企業までですねお客様層によってニーズが異なりますのでお客様層別に IT ソリューション戦略を策定しておりますまたただですね売り上げをただ拡大すればいいというだけではなくてですね利益ある成長につなげるために独自性にもこだわっておりますあのまず独自性を高めて こだわって高めてその範囲や幅を広げていくという順番になるというふうに考えております現在注力している領域はこの4つでございます2025年までのあの年間の成長率ですね CAGR を表記しておりますけれどもどれもですね市場 1R 年率2桁以上のですね成長を実現させるということを目標に掲げております現在あの非常に順調に推移しております 特にあの左上にですね記載されているエッジソリューションという領域は特にですね弊社としては社内あるいはお客様に対しても独自性に弊社がこだわっているんだという姿勢をですねあの内外にこう示すためにですね特徴のある尖ったという意味で社内ではエッジソリューションと名付けておりますあの積極的な開発投資とお客様への提案を今行っている最中でございます、まあ、その上でですね ドキュメントビジネスと同様にですね IT ソリューションビジネスでもリカーリングモデルですねそういうモデルの比率を高めるためにさまざまなソリューションをサービス型事業モデルとして提供することを推進しております。それぞれの事例をですねあの次ご説明させていただきたいというふうに思います。先ほどご紹介した西東京データセンターになりますが。 あのこのセンターはです、ね、極めて安全性の高いデータセンターとして評価されておりますあのその証明がです、ね、ここに表示してあります数々の認証であったりあの認定だったりになります特にあの左上に書いてあります m o 認証はです、ね、日本国内で2番目に取得したことになってましてこの認証を取ってらっしゃるデータセンターさんはそれほど数は多くありません まそれほどですね安全性あるいはその運用のレベルが非常に高いということの証明になるんじゃないかなというふうに思っております。もう一つですね、あのデータセンターは非常にあの電気をたくさん消費しますので、あの環境面でも配慮されているかどうかというのがとてもポイントになります。西東京データセンターの1号棟はですね、東京都の環こあの環境局よりですね、有料特定地球温暖化対策事業所の あの認定を受けてておりましてあの昨年はですね世界銀行さんが主催するイベントであの弊社のセンターのその優れた取り組みをご紹介してほしいという依頼がありましてそこであのセンターを運営するセンター長がですねあのまあプレゼンテーションといいましょうか説明する機会なんかもいただいておりますあの極めてですね安全性が高くて環境性に優れたセンターが決め手となってですね 日本を代表する大手商社のお客様から、貿易関係の業務をフルアウトソースで受注することができました。まあ、システム開発データを活用する基盤、そして保守や運用サービスまでが対象となります。あのこのお客様とはですね。あの出力プリンターです。とか、ドキュメントビジネスではお付き合いがありました。あの、つまりですね。貿易関係の業務の時に出力の部分だけは？ キャャノンンンマーケティングジャパンがお手伝いをしてたんです、ね、たその時にですねこのデータセンターのことをご紹介して、まあ、その信頼性が安全性が認められまして印刷領域だけではなくて先ほど言った全ての領域をお任せいただくことになったということでございます。あのこうして一度お任せいただくとあのビジネスが2年や3年で終わることはございませんのでやはり毎年安定したこの売り上げが計上できるということにつながります。 おかげさまであのこうした案件がですねとても増えておりましてデータセンターの一号棟はもうすでに満床になっております二号棟もですね計画以上のペースであのご利用になっているお客様を増やせているということでございますあの次に中小企業向けの IT ソリューションの事例でございますあの中小企業もですね人手不足ですとか事業承継の問題でさまざまな面であの環境が厳しさを増しています。 そのためにですね中小企業も IT を活用した生産性の向上が重要になっているんですけれども残念ながらそこにはですね専門の技術者を置くという取りがないということがよく聞こえてくるお悩みでございますまたあの昨今ではですね中小企業に対してもサイバーでのサイバー攻撃が非常に盛んになっておりますのでここも対応する必要があるということがお悩みだというふうに聞いております、まあ、こうしたお悩みにですね弊社としてはあのやはり きちんとしたサービスをご提供しようということで「任せて IT」というあのサービスをですねあの先ほど申し上げた中核子会社のキャノンシステムサポートが全国のお客様にお届けしておりますあのお客様からですね非常に分かりやすいということでございまして契約数も計画以上にこう伸びているということでございますこれあの収益の面から見てもですねあのとても優位なものがございまして あの専門的な技術者がコンタクトセンターでお客様からの問い合わせに対応いたします、まあ、そこで,です、ね、トラブルが発生したとしてもお客様先のパソコンにお客様の了解をいただいた上で、あのー、コンタクトセンターの人間が中に入ってですねセンターからそのトラブルを直す、まあ、そういうことができる仕様になっておりますですのであの契約が、あのー、契約数が増えれば増えるほどセンターで集中的にコントロールできますので私どもとすると 収益が増すという、そういうリカーリングビジネスの厚みが増えているということになっております。あの、続いてセキュリティのことになりますが、あの、やはり、あの、先ほども言いましたように、あの、どの企業もですね、セキュリティの対策に対する重要度が増しております。あの、当社にはですね、二つのセキュリティの面がございまして、ここに強みがございます。あの、映像監視などに代表される、あの、フィジカルのセキュリティですね、こうしたものと。 ネットワーーク上でのサイバーセキュリティがそれに当たりますあの業績はです、ね、この2つのカテゴリーともあのいずれも前年で2桁成長を残すことができておりましてこれも非常にそのカメラのキャノンから始まったキャノンらしいソリューションだねということでご評,ご評価をいただいてます。あの代表する製品群をここに並べていますけれどもあのアクシスというのはあのキャノングループになりますが世界で第3位のです、ね、ネットワークカメラメーカーになります。でマイルストーン社というのは あのネットワークカメラで撮った録画データをですね早く解析するソフトを使っている会社です。でアーキュリーズという会社はそれをですね今度クラウドで管理することができるようなそういう仕組みを特徴を持った会社でございましてまあこういうことを組み合わせていくとあのいろんなビルの,あの監視センターの方々なんかの生産性が非常に高められるということで公表だいております。であのサイバーセキュリティに関しまししまててはあの一例としてこう商品ラインナップをあの 表示しているんですけれども皆様にあの一番馴染みが深いのは真ん中に書いてある E セットというパソコンに入れるあのセキュリティソフトかと思います。これはあの世界で見ると200カ国で1億以上のユーザーがありましてあのいらっしゃいましてあのスロバキア製のソフトウェアになります。日本ではですねキヤノンマーケティングジャパングループがあの独占販売をしておりまして個人のお客様、法人のお客様にお届けしております。あの非常にですね高い評価をいただいておりまして。 その高い評価をいただいているというその社外の評価をですねちょっとご紹介するとあの日系コンピューターさんがですねあの毎年あの製品やサービスを提供した IT ベンダーの顧客満足度がどううかということいこを毎年調査しておりますそのセキュリティ対策製品においてですねキャノンマーケティングジャパングループはですねなんとあの10年連続で1位を獲得しております。 あの10年連続で1位という記録はです、ね、あのセキュリティ以外の他の,どあのカテゴリーでも一つもないというふうに聞いておりましてあのやはりこれは弊社とすると製品だけではなくて保守運用サービスそうしたことのすべてのサービスの質が高いんだなということをです、ね、改めて喜んでいいいいいるるとととこここころでござますすなくににも目けけをかててきたううふ思っいるところでございます。 あの2021年にですね策定したあの2022年から25年までの中期経営計画ではですね2025年の IT ソリューション事業を3000億円までにしようというふうにしております。あのその時はですね全社の売上が6000500億ですからもうすでにあの25年にはですね46%の売上が IT ソリューションの売上になるという計画になっております。あの一番儲かるところはですねこの青く塗られている真ん中の部分。 保守運用アウトソーシングのところが一番収益性が高いということで私どもも力を入れておりますただあのちょっと真ん中を見ていただくと昨年はですね実はあの大型の案件がありましたので470億円の実績が残せたんですけれども今年の年初を計画した時にはですねちょっとその大型案件の白落がありますので少しそこまで届かないかなというふうに思ってたんですけれどもあの全社員が一丸となって頑張った結果ですね あのもう市場の伸びを超えるあの成長が今年の着地ではできそうであのこれもですね非常にその順調な伸びがあのできてるなというふうにあの今のところは思っております。あのこの真ん中のですね保守運用アウトソーシングこの辺りを伸ばすことと同時に上にある s r サービスあるいはその IT プロダクトパッケージソフトですねここの辺りもあのできるだけあのサービス型の提供に変えていくことで さらに収益性を高めながら3000億円を達成しようというふうに今考えております。あの当社のですね強みとか特徴についてご説明させていただきます。あの当社今年で先ほども申し上げましたけれどもあの55周年55周年を迎えました。あのメーカーであるキャノンとともにですねあの高品質なキャノン製品を提供してたくさんのお客様から信頼を高めてまいりました。またあのカメラ 事務機 IT ソリューションと業態をこう変えながらですね時にあのたくさんのビジネスパートナーあるいは時にあの多くのシステムパートナーとともにですねお客様を多種多様になお客様をですねあの、まあ、顧客基盤と呼んでますがあの作ってまいりましたで急速に変化するデジタルの世界でやっぱりお客様の要望に応えるには技術が必要だということでですねあの特徴のある SIR を仲間に加えてあの 技術力のある SE をですねたくさんあの中に取り込んでまいりました結果ですねあの他者との差別化が多分上手に生み出せたんじゃないかなというふうに思いますが収益性が高まりましてですね今では自己消費率が70%を超えるような財務体質になっています引き続きこの4つに磨きをかけていきたいというふうに思っていますで現在は特にですねこの健全な財務体質を使った新たな投資を強化しております あの今年の8月にはですね QB5 社という会社をあの実は M&A の仲間に加えました。QB5 社はですねあの企業の年末調整業務に特徴があるあの強みを持った BPO を行う会社でございます。弊社もですね BPO をですね伸ばしていく成長の領域だというふうに決めてましたのであのそこに関してやはりあの伸ばす領域に対してきちんと投資をしてあの伸ばしていくぞというそういう表れがあ あの QB ファイブ社の仲間入りということになります。まあのエマはですね、当社の貴重な重要なあの戦略の一つだという認識でおります。であの当社の特徴になりますが、あの今まで申し上げてきました通り、あの景気や環境の変化に左右されない強い収益基盤があるということだというふうに思っておりまして、これにますます磨きをかけようというふうに思っております。まあの特徴のあるソリューションや 独自性のある製品を探索して有利な仕入れ条件を引き出して販売していく商社としての機能それと特徴的で専門性の高い製品とソリューションをきちんと組み合わせて最適な提案を行う SIR としての機能お客様にクラウドサービスやインフラ基盤を提供して保守運用まで丸ごとワンストップで請け負う IT プロバイダーの機能 あのこうした3つの機能と前のページで説明した4つの強みを掛け合わせて持続的な利益ある成長を続けられておりますしこれからもですねますます高い収益力を誇るキヤノン事業にはますます収益性が高まるようなあの磨きをかけることと利益ある成長につながる独自性の高い ITS 事業を成長させていきたいということを考えております。 あの近年のですね会社の業績の紹介になります。あの売上はですね残念ながらコロナ禍以前から少し減っているんですけれどもこれは実はあの当社自身で付加価値をつけられない部分この部分は積極的にやめていこうとこれを機会にやめていこうとそういうことをやってきた一面もございます。あのコロナ禍やウクライナ情勢など本当に予期できないリスクがありましたけれども。 長年かけて築き上げてきた多様な収益源と社内のその体制の革新ですね筋肉質な経営を行ってきたことで利益率は着実に高められてきております昨年2021年度はあの増収増益で過去最高の営業利益と営業利益率を達成することができました今のところこの22年度今年度もですねその21年度最高だった21年度を上回る営業利益と 営業利益率を更新すする見通しでございますあの現在の価格の高騰ですとか仕入れ価格の上昇というのは今も続いているんですけれどもここもですねあの今までもやってまいりましたがお客様に値上げをするだけではなくてですねあのきちんと付加価値の高い提案とセットで行うことでお客様にできるだけご負担いただくことを行っていこうと思っています。 また、あの為替の影響についてもですね。弊社は国内でビジネスを行ってますので、あの直接的な影響は非常に少ないんですけれども、そもそもあの輸入品、海外の優れた製品で価格転換をしやすいものを選別して輸入するということも引き続きやっていこうという風うに思ってます。それと、あの生産性ですね。あの在籍社員を中心にあの it を中心にですね。もう教育投資を大きく増やして、社員を専門化していく専門家していく計画でおります。 結果的にですね SE 等の技術職は増やすんですけれども、まあ、の社内を効率化する IT とシェアドサービスの活用でできるだけ間接人員を最小化して総人員を少なくするということで一人当たりの生産性をしばらくは高め続けていくという計画でございます。あのサステナビリティ経営についてあの伝えさせていただきます。あのこれ、あの 左側に書いてございますが、皆様も CSR とか ESG とか SDGs という言葉はお耳に入っていると思いますが、実はあのその前ですね、1988年にキャノングループはあの企業理念として共生を掲げております。人、社会、自然が調和して人類すべてが豊かに暮らしていける社会の実現というのを実はあの世の中で CSR とか ESG とかが言われる前からですね、社則としてあのここに据えております。 この,あの経営理念の共生を進めていくことがですねあの、まあ、現在の経営の言葉でいうサステナビリティ経営そのものだというふうに弊社では認識しておりましてこの共生の実現を皆があの心に思いながら活動しているということになります。あのこれまでですねご説明してまいりましたがあの当社が持続的に成長するための戦略はあの高品質なキャノン製品と独自性のある IT ソリューション事業を組み合わせることで 社会に数多くあるあの課題をですね。解決できる領域を広げていくということになります。で、そうしたあの当社の姿勢をですね。あの示すために、あのあるいは活躍する社員についてですね。あの,あの皆様にご紹介するために cm を作成いたしました。はい、それではここで、今のキャノンマーケティングジャパンのイメージを cm でご確認ください。 You know ICT? 彼女の名前はキャノンマーケティングジャパンからやってきた Canon さん得意分野はイメージング技術だけじゃない s go. <S オフィスの DX も需要予測も画像解析ソリューションだってできました彼女の辞書に「諦める」という言葉はありませんどううししましょうか あなたよりあなたのビジネスを考える技術とハートでソリューションを生み出す心強い ICT パートナーなんです一緒なら想像以上のストーリーが始まるかもあなたの近くにもキヤノンさんがきっといますよ ICT であなたと作るさあご一緒にキヤノンマーケティングジャパングループ はい、素敵な CM ですね。御社のビジネス内容がしっかり伝わってきただけでなく、社員の方が生き生きと活躍されている姿が、えー、様子がすごく分かった CM でしたあ。ありがとうございます。またお客様と一緒にこう解決していくんだっていうのもしっかりと伝わってきました。あ,ありがとうございます。あの井上さんにそう言っていただけでとても嬉しいです。 あのお客様にです、ね、喜んでいただくとととがあの私ども社員のの、ね、の日々の活動の源になっておおりますあのお客様と密接な関係を築くあ,のある意味お客様に踏み込んで,です、ね、お客様以上にお客様のことを知るチームとしてお客様の本当に真の課題にたどり着くまで頑張るんだとそういうことを実現したいということを込めたそういう CM になっておりますのであのそのことが井上さんに伝わったのは非常に嬉しく感じております。 あの弊社はですねあのお客様に寄り添ってお客様と緊密なあの親密な関係を築くことがやはりビジネスの原点であるというふうに認識しておりましてそのためにもですねあのお客様と接する社員人がですねとても重要だという認識でおります。昨年あの5か年の長期経営構想を発表させていただきましたそのビジョンがですね社会お客様の課題を ICT と人の力で解決するプロフェッショナルな企業グループとしております。 あのここに人という言葉を入れたことがです、ね、私どものこだわりでございましてやはり社員を大切にしお客様を大切にするとそういうことをです、ね、あの力を入れてまいりたいというふうに思います、まあ、そのためにもです、ね、あの社員の働き方をサポートすることにも力を入れておりますその一例をちょっとご紹介させていただきますあのこちらはです、ね、あの厚生労働省さんが子育てのサポートをテーマにしたプラチナクルミン もう認定いただいております。それとあの女性のですね活躍推進をテーマにしたエルボシ認定もですねいただいております。で経済産業省様からはあの健康経営をやってるよということをテーマにしたですねあの健健康経営優良企業ホワイト500人もですね認定していただいてまして、あのこれもあの非常にありがたいことだというふうに思っております。 あのまあ、一例をちょっと挙げますとですねあの当然育休とかあの時短勤務の制度も整っているんですけども非常にこう男性も含めてですね活用率が高くてですねあの女性の方の育休キャラの普及率はもう100%に近くてですねみんなあの会社にきちんと戻ってきていただいているなんていうこともあのお伝えしておきますもう一つあの弊社もですねあの健康診断にも実は踏み込んで投資しておりましてあのよく M&A なんかで転職してきた方なんかがですね あのキャノングループにキャノン CMJ グループに入ってですねがん検診に手厚いメニューがあって驚いたなんてコメントをよく耳にいたしますあの弊社ではです、ね、あの40歳以上の方に対してがん検診の補助をですね行っておりましてあのこれも積極的にやってあの年々受診率が高まっておりますあのやはりあの IT とか技術的向上ってつなげるのはとても大切なんですけれども社員がやはり一番自主的に生き生きと働くっていうことがですねもっと重要だということで あの私どもとしては人を本当に大切にしながらあの成長していく会社になりたいと人人は人的資本でであるという考え方で今経営を進めておりますあの環境についても同様でございましてあの近年のです、ね、環境に対する高まりは当然弊社も同じように思っておりましてあのこのような要請を受けましてキャノン MJ グループの環境ビジョン2050というのをです、ね、昨年発表させ,てあのさせていただきました。 あの中間目標であるキャノン MJ グループの2030の,の中間目標も策定してこのように公表しております。あの当然 TCFD に賛同しておりますのであのその提言に基づきましてあの基本変気候変動が事業に与えるリスクですとか機会に関してはガバナンス戦略リスク管理などの観点で分析を今深めておりまして積極的に皆様に情報を開示するということをやっている最中でございます。 あの、このような当社の、あの、取り組みですね、が評価されて、あの、今、六つのインデックスに組み入れられておりますので、ご紹介しておきます。あの、最後にですね、経営指標とか、あの、株主還元について、ご説明させてください。あの、当社はですね、今日、お聞きになっている、個人の、か、投資家の皆様によって、支えてる、られている部分がとても多くてですね。あの、個人の投資家の皆様、本当に、大切にしたいというふうに思っております。あの、皆様もですね、ぜひ、当社のファンになっていただいて。 投資家の皆様から私たちが支えられているということも踏まえて健全な経営に生かしていきたいというふうに思っています。あの社会あるいはそのお客様の課題をですね ICT と人の力で解決するプロフェッショナルな企業グループになるということを掲げていろいろと動いておりますけれども社長の足立がですねあの今年スローガンを掲げまして実はそのスローガンが「加速」でございましてやはりあの世の中の動きが早いので。 それよりも早く社員がですねあのみんなが一丸となって加速して動いた結果ですね実はその2021年の4月昨年に発表した長期経営,経営構想の数字が前倒して達成できそうなあの気配がございましてあの毎年年初の1月にですね決算発表と同時に3カ年の中期計画の進捗を発表してますので。 あの、その時に、また、あの、ぜひご期待いただきたいんですが、あの、あるいろんな意味で発表させていただければなというふうに思います。今はですね、その数値を、あの、検討している最中でございます。あの、株主還元についてはですね、あの、配当を中心に行っております。あの、グラフをご覧いただいて、わかるようにですね。二十一年度は増配をいたしまして、一株当たりの年間配当額は七十五円にさせていただきました。で、今期はですね、あの、加速した結果。 あの業績予想を踏まえまして昨年から10円あの増配して85円を予定しております。今後もですねこの数字を下げることなく右肩上がりであの配当ができるように努力してまいりたいというふうに思っております。あの投資家の皆様にですねあのホームページで最新の情報をお届けしておりますし、あの個人投資家の向けのあのページも用意してございますので、あのぜひそれをご覧になっていただきたいのと。 あの統合報告書にもですね掲載しておりますのでぜひあのこれが終わりましたらご覧いただきたいなというふうに思いますまたあの弊社のですねあのホームページからあのメールマガジンの配信も行ってますのでその登録もぜひお願いできればというふうに思っております皆様が本当にファンになってくれることを祈っておりますあの以上当社の説明をさせていただきましたご静聴ありがとうございました。 はい、ゆるかわさんありがとうございましたそれではこれから質疑応答に移っていきたいと思いますがたっぷりと会社説明をしていただいたので予定のお時間をすでに、えー、若干過ぎてしまっております、えー、なので2つの質問を抜粋させていただきましたそれでは最初のご質問です it ソリューションビジネスを伸ばす中で人材の確保が難しいと思いますが、記者は人材戦略についてどのように考えているのかといった質問ですが、いかがでしょうかあ、はい。ありがとうございます。あのご質問ありがとうございます。あのおっしゃる通りですね。技術者の方を集めるのが非常に今厳しくなっておりますので、弊社は3つの今、あの戦略を立てて実行しております。一つはですね。やはりまず今いる社員をあの専門性を高めるために。 前者として IT リテラシーの教育をきちんとするということでたくさんの投資をしております2つ目はですねやはりあの成長する領域にはその先人が先駆者がいますのであの他社からですねそこで経験したことを弊社に来て教えていただこうということでですね幹部人材も含めてあの中核となる人材を実はたくさん採用させていただいております3つ目がですね 今もですね、弊社あのたくさんのシステムパートナーとお付き合いさせていただいてるんですがその方々とよく話をして出資をさせていただいてあの業務提携なんかをさせていただいてですねあの、まあ、できるだけ弊社に優秀な SE をあの送り込んでいただこうなんていうこともやっておりますまあ、こうしたことでですね、今のところ順調にですねあの、システムの構築やお客様へのサービスの提供ができてますのであのさらにですね、これにあんまま安心することなく新しい手を打っていきたいというふうには思っております。 ありがとうございます。続いて2つ目のご質問です。キャノングループであることの強みを生かした競合企業と比較して特徴のある it ソリューションのビジネスはどのようなものでしょうか？また、そのビジネスはどのくらい成長していますでしょうか？あはい、ありがとうございます。あのこれもあのよく投資家の皆様からあのご質問いただくんですが、今あの表示させていただいております。で、あの、ちょっと私も早口で申し訳なかったんですが。 あのここにアイドルあるあの書いてあるですね四つのカテゴリーが弊社が今一番力を入れている領域でございますあの独自性があって技術者がたくさんいてですねキャノンらしいねキャノン ITS らしいねっていうふうに言われている領域になりますあのここもですね磨きをかけてこのあの領域をですねますます伸ばしていくというのがポイントになろうかと思います幸い今のところですねあの市場の伸びを超える2桁の成長があのきちんとできてますので。 これもあの満身することなくですね、次の手をどんどん打っていきたいというふうに思っております。はい、ありがとうございます。えそれではたくさんのご質問お寄せいただいておりますけれども、お時間の関係上以上で質疑応答のお時間を終了とさせていただきます。昼川さんありがとうございました。したえ最後に視聴者の皆様に一言お願いいたします。はい、あの皆様今日はあの貴重なお時間にご参加いただきまして本当にありがとうございます。 ご説明させていただきましたがあの弊社はあの本当に高品質なキャノン事業と収益の高いキャノン事業とそしてオリジナリティのある IT ソリューション事業を組み合わせることで世の中にあるさまざまな社会課題をより広く解決していこうと思って今努力をしておりますあの極めて健全性な安全な財務体質でございますのでそこにしっかり投資をして持続的な成長を実現したいというふうに思っておりますので。 ぜひ皆様がですね私どものファンになっていただいて応援していただくことを本当に心から願っておりますあのぜひホームページにもいろんな事例が載っておりますのであのこの後ご覧いただいて弊社のファンになっていただければなというふうに思っております本日は本当にありがとうございました以上をもちましてキャノンマーケティングジャパン株式会社の個人投資家向け説明会を終了といたします最後までご視聴いただきありがとうございましたありがとうございました